わお、俺もだよ。シュシュ。今回はですね、新しいスクールがまたできましたので、ぜひ紹介させていただこうと思います。スポルティングバスケットボールアカデミー吉祥寺校です。見てわかる通りですね、屋外、屋上です。どこの屋上かっていうと、なんと吉祥寺駅から徒歩1分のところにある丸井百貨店の屋上です。このコートがですね、なんと今年の4月出来たてほやほやなんですよ。めちゃくちゃ新しいっすね。もちろんスポルティングのゴールありますけども、向こうはサッカーのフットサルのコートになってまして、バスケスクール以外にサッカーのスクールであったりとか、あと個人利用で貸し出しもしてるようですね。こんにちは。こんにちは。ロゴが印象的ですけど、多目的スポーツコートキャプテン翼、吉祥寺スタジアムですね。はい、私キャプテン翼スタジアム吉祥寺店の店長である渡辺です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、非常に新しいですよね。そうですね、今年の2021年4月にオープンいたしまして、はい、うん、まだまだ綺麗な施設です。全国にも店舗いろいろとあるんですよね。はい。ちなみにそのうちバスケットコートは新たな取り組みの一つになっておりまして、はい、吉祥寺店と同時にオープンした船橋店に今あるので、うん、はい、キャプテン翼スタジオには2店舗バスケットコートを抱えております。バスケットボールキングというですね、はい、旗もありましたけども、あれは何か関わりがあるんですか？そうですね、はい、本社のフロムワンの方でサッカーキングだったり、はい、バスケットボールキングなので、うん、雑誌の展開をしております。いろいろ借りれるんですね、サッカーの方は。そうですね、ちょっとまだバスケ用品の取り揃えはまだ準備できないんですけど、はいはいはい、これからサッカースクールもいくつかあるみたいですね。そうですね、弊社のスクールではないんですけども、はいはい、外部のスクールをお願いしておりまして、うん、フットサルコートで、子どもたちにスクールを行っております、はい、そうですね、駅から吉祥寺駅からすぐですよね。そうですね、丸井の屋上で、はい、とても立地のいいところに、させていただいているところなんですけど、徒歩1分、はいアクセスはいい方かと思います、はい、非常に爽やかに、ありがとうございます、はい、私の方で工事させていただきますので、ぜひ多くの方に来ていただけるようにさせていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。スポルティングバスケットボールアカデミー、先日は町田校がスタートしましたけども、2校目としてこの吉祥寺校がスタートしました。3つの特徴、特典を紹介したいと思います。町田校と同じくこちら、じゃじゃん、リバーシブルウェアが皆さんにですねプレゼントされます。好きな番号が前と後ろに入れることができるので、ぜひ選んでみてください。モリモリだったらね、一番最初にミニバスでもらったユニフォームの番号15番なんで、あとビニスカーター好きなんで15番。2つ目はですね、スポルティングのグッズが特別価格で購入できるということですね。町田校の方でもボールだったりウェアだったり早速購入した方がいっぱいいらっしゃいます。ぜひ吉祥寺校の方でもスポルティングのグッズをですね身にまとってきてください。そして3つ目、町田校と吉祥寺校振り返り利用ができるということですね。町田校ちょっと都合があって休みになっちゃった、そうなったら吉祥寺校この時間にというふうに振り返り利用ができるということですね。スポルティングバスケットボールアカデミーだからこそできることです。あと一つ注意として連絡としては、屋外外ですので雨天時は順延になります。火曜日にこちら吉祥寺校はあるんですけども、月に3回こちら開催日となっております。順延日についてはまた別に連絡の方がいきます。こちらの話もぜひ聞いていただきたいんですけども、丸井百貨店さん8階までいろんなお店がですねありますので、ぜひスクールの間に保護者の皆さんは買い物を楽しんでもいいと思います。そういえば受付の隣のお店がゼビオスポーツになっているので、場所とかウェア忘れてもすぐ購入してなんとかなります。Come on!
1年できたばっかりのこのコート、ぜひですね、救うだけじゃなくて個人利用もしているようなので遊びに来てはいかがでしょうか。マジでロケーションいいし、駅からアクセス抜群です。内容はですね、ドリブルとシュートをメインにやろうと思っております。初心者経験者の方問わず、ぜひ遊びに来てみてください。体験もお待ちしております。ごっつぁんです。